はい、ということで、帰ってきてしまいました。お待たせしました。まあ、実際、私、1ヶ月ぶりのプレイとなります。ポケットモンスター、ヒンバス。負け入りと、ヒンバス1匹縛りで、ストーリークリア目指して頑張っていきたいと思います。でもって、ワイルドエリアをもう駆け抜けて、次の場所にね、さっさと行きたいと思いますんで、ちょっくら、この辺はね、なんかない限りはカットでいきたいと思いますので、いきなりカットで申し訳ないですけども、よろしくお願いします。おぉ!フライゴン!最初ジラーチの映画の時にフライゴン出てきた時って、絶対こいつ強えやんと思ってたけど、はい。よし、ということで、予想通りね、まあ、基本何もなかったっす。トノジムチャレンジャーの方です。ジムマッチを確認いたします。草バッチ。水バッチ、炎バッチ、エンジンシティを含め3人のジムリーダーを撃破、さらに勝ち続けてください。あ、もしかしてあなたでしたか。ホップ君は来ませんよ。だってそうですよね、あんな惨めな負け方をすれば推薦してくれた人に申し訳なくて辞退しますよ。ほーやっぱりビートが勝ったか。ごめんよ、ホップ。予想通り。それでは僕は院長と約束があるので失礼しますよ。やかましいな。やっぱりそうか。ホップいじけてんだろうな。あれ、もしかして僕って弱い？弱いんだよ。トノ。おお、ナコールシティ。かっこいいね。このなんかやっぱ街並みがいいですよね。ポケモンソードシールドって。なんかちょっと BGM ドラクエっぽいしね。あまり言わない方がいいやつかなこれ。何このディザードンとシルバディ合体させましたみたいな。お、いるじゃん、そこに委員長が。ローズ委員長、願い星もジムマッチも地面順調に集めています。さすがね、ビート選手、委員長に選ばれたことを忘れずに励んでいるよね。願い星がたくさんあれば委員長を煩わせる悩みが解決するんですよね。いや、私の問題ではなくガラル地方の未来のためだよ。それに願い星だけではなくチャンピオンのように強いポケモントレーナーも必要さ。お言葉ですが、チャンピオンが生成したトレーナーの一人ホップには実力の差を見せつけました。めっちゃマウント取るやん。いいね、みんなで競いやジムチャレンジを盛り上げてよ。ビート選手、話したいことがあります。ちょっとよろしいかしら。あ、俺に気づいたな。ミツオ君、話は聞こえていたかね。まあね、俺めっちゃ耳いいからどこまでも聞くよ。君も知っているように願い星はダイマックスバンドにも付けられて不思議ないし、願い星にはポケモンを巨大化させるではなくだけではなくエネルギーを秘めているんだ。詳しいことが知りたければスタジアムに行くといいよ。いや、もう今すぐ来るべきだよ。ガールのエネルギーについて教えるからついてきなさい。いや、別に興味ないんだが。あ、スピーダー、ユクワタール、エフェクトガード、クリティカット。あ、これいいね。クリティカットでついに急所にも当てられるようになったね。ユクワタール。エフェクトガードもなんか後々使えそう。あ、嬉しい。これでまた俺の戦いの幅が広がりますわ。あなたのポケモンがすごく頑張ったか知りたい。あ、知りたい。いやもう、ここまで数々の戦いを繰り広げてきた負け犬が、頑張ってないわけないんよ。で、どれぐらい食らうか。体当たり。おわー、終わったー。尻尾振れ。防御上がったから無理。吹き飛ばしていくーす。あんだけボコられ続けて、そのポケモンは、え、待て。まだまだ頑張りが足りないよと負け犬、一緒に頑張ろうな。頑張ろうな。あなたとポケモンが仲良しかおし、あ、仲良しに決まってるだろ。数々の戦いを繰り広げてきた俺と負け犬の仲やぞ。ちょっと見てもらおうか。あなたと負け犬はね、いい感じに仲良しだね。ああ、
そう、コーチと仲良くないっていうさ、ね、ちょっと動画映え考えてもらわないと、坊主。なあ、この先生きていけねえぞ。殿、めっちゃここ柄がいっぱいいる。ただ好きでここ柄を育て共に暮らしているのね。空飛ぶタクシーとは無関係よ。絶対嘘やん、絶対嘘やん。空飛ぶタクシーってこのここ柄の最終進化のアーマーガーっていうポケモンが、おお、急に泣くな、急に泣くな、喋んなってこと、口止めしないでくれる。アーマーガーっていうポケモン、喋るなって。アーマーガーっていうポケモンが人を運んでるんだけど、絶対あいつそのアーマーガーまで育てて売るっていう闇商人だわ。ここなんだ。ナックルシティ宝物庫ですが、許可がなくては入れません。あ、ここが宝物庫か。え、なんか宝物庫行ってみてみたいなくだりあったよね。なんか結構アイテム良さげなの拾えたんで、ちょっと進んでいこうかなと思いまーす。ナックルシティのスタジアムはエネルギープラントとしての役割を持っているんだよね。へー、この何、スタジアムから出てるってこと。私のタブレットで説明を見てみようか。めっちゃ説明しだすやん。タブレットまで使ってくる。あ、これタブレット、ほら、わかりやすいエネルギープラントの解説だよ。自慢したいだけだろお前。ナックルスタジアムの塔からエネルギーを吸収して地下のプラントで電気に変えてガラルのみんなに届けているよ。お、すごい。じゃあナックルシティが壊れちゃったら、もう街全体電気がいかなくなるってこと。私たちの暮らすや社会は電気やガス、水道といったエネルギーがないと成り立ちますね。私の関連グループでは願い星のエネルギーによってみんなの生活を支えることを目標としているのです。あ、今こちょこちょ話した、俺の悪口言ってる。あ、宝物庫だってさっき言ったわ。ちょっと宝物庫行ってきます。あ、なんで、え、何こんなとこに普通にいんの。三つを順調にジムバッチを集めているな。なのに君のライバルでホッパーはどうしたんだ。俺の顔を見るなり兄貴ごめんなんて謝るから驚いたぜ。話したれ俺。もしかしてあいつ負けて落ち込んでいるのか。その通り。ま、俺じゃなくてビート選手ですけどね。負けて落ち込め、そこから立ち上がれ。なぜ負けたか考えろ。なるほど、あいつ案外いいトレーナーになるかもな。でもあなた無敵なんですよね。無敗のチャンピオンなんですよね。え、説得力な。おっと時間だ。ああ、逃げんな逃げんな。あ、いた、キバナ。お、チャンピオンが推薦したトレーナーだな。そこ難度でよくない？名前は。お、調べてくれてる。三つお。ダンデが見込むとは、確かに強くなりそうだ。え、どこで？俺が俺を見たら絶対思わんわ。ただし、キワナ様に挑むにはジムバッジが7個いるんだな。わかっています。今は宝物庫です。おっと、宝物庫か。歴史からポケモンを学ぶのも悪くないやり方だよな。え、意外。キワナとかそんな、へぇ、そんなんどうでもいいからポケモン勝負やろうぜみたいな感じに見える。気に入った、俺様についてきた。あ、気に入ったんだ。めっちゃ失礼だと思ったけど。おー、なんかトロフィーがある。ほらよ、俺様のリーグカードだぜ。お、リーグカードもらいました。じゃあ俺のもあげとけよ。宝物くんなら階段の先だぜ。あ、はい。お前は許可をもらわないと宝物庫には入れないんだ。俺許可得たんだ。じゃあ、じゃあ行ってくるわ。上？え、マジでなんかドラクエみたいだね。お、とっさに今俺触ってないと思うんだけど、コントローラーとっさに俺が今見ないふりしたな。あいつ俺のことカッコつけてスタンバってるぞ。これ俺が行かなかったらどうすんだろうなーって、ほら言ってやるか、かわいそうだからソニアが。なんか BGM 流れたよ。来たんだ。来てやったんだよお前が来いって言ったから。すごいよ宝物庫。なんか BGM 良くない？歴史感じる BGM だね。ガラルの歴史を伝えるタペストリーが残されているの。願い星を見る若者二人、最悪の訪れ、困惑する若者。お、剣と盾だ。最悪を追い払う
剣と盾を見る若者、王冠をかぶる若者、ガラルに王国ができた時の物語を伝えるタペストリー。ね、若きジムチャレンジャーさん、何か気になることないかしら。気になること、英雄は2人。確かに、多分そういうことだよな。さすがだね。エンジンシティのホテルにあった英雄の像はどう見ても一人。ああ、あの金ピカのなんかホテルのね、覚えてる覚えてる、あのなんか鎧みたいなのやつだ。でもここのタペストリーでは若者二人と記されている。英雄は一人なのか、それとも二人なのか。二人いるけど合体して一人っていう表現を使っているのか。三択だと思います。ブラックナイトとは何だったのか。話を聞いてくれてありがとう。考えを整理できた。俺いる意味ない、独り言で。まだタペストリーを調べるけど、君はジムに挑戦だね。応援でこれ分けてあげるから、勝ち残るの楽しみにして。え、すごい気づくせり10個ぐらい。元気のかけらはいらん。おお、キボの宝物庫のタペストリーに書かれているのはガラルの英雄。今のガラルで言えばチャンピオンダンデが英雄だな。いいか、三尾のゴールはスーパースターダンデに勝つことだ。そのために6番道路を越えてラテラルタウンで鍛えろよな。ということで、まだまだちょっとそのまま先に進むみたいですね。ああ、エール治った。なんだっけこいつ。なんとかわいい砂蛇、かわいすぎる瞳。我々エールダンは砂蛇が安心して眠れるよう応援して、お前らがうるせえから眠れねえんだよ。お、な、え、だ、誰？え、だ、え、誰？あんたたち？ポケモンは起こさないから通してもらうよ。どうぞどうぞ。俺も起こさないから通してもらっていい？絶対起こさないんで。え、なんで？あー、なに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 ？え、なに当たり前のようにホップ。あ、熱を、ラテラルタウンに行くんだよな。お前大丈夫か？エールダンの人たち、そこ通っていい？あるもの自己ドアうるさいので通ることは許しません。特にジムチャレンジバンドをつけたジムチャレンジャーは嫌いです。まだまだ足音立てられると砂火が落ちてしまう。お前じゃい！わかったよ。熱を、通らせてもらわないとラテラルタウンでジムチャレンジに挑めないぞ。勝負しよう。お前、力強いぞ。ちょっとホップが元気ないね。いつもだ、みつおーって感じで行くの。あ、みつお、ラテラルタウン行くんだよな、みたいな。どうした？ちょっとここいらで、お前は本当は強いんだぞって、こいつら倒して、あー、1対1だった。だる。オッケー、レベルアップ。あ、攻撃が、久しぶりに行っちゃがった。ホップ負けてねえだろうな。さすがに。さすがにな。お？三つをその勢いで任せるぞ。え、ま、マジで？負けた？それスランプどころの騒ぎじゃねえだろ。レパルダス、マジで？任されても。俺もうきちいぜ。うわー、やっとここまで帰ってこれた。ほっ、お前が負けなきゃな。こっちはさ、スムーズに進んでたのに、あれからまっすぐまで6回くらい負けて大苦戦だよ。多分トータル10回くらい挑んだわ、砂掛け。いや、さすがに当てて、もういいって。頼むよ。はい、よっしゃー、危ねー、ほっぺー。まあいいや、もう経験値美味しかったとポジティブに捉えます。今の騒ぎで砂蛇が目覚めるかもしれません。それでは応援の意味がない、さっさと消えるとしましょう。今頃気づき、そしてホップ、お前は反省しろ。三尾とヒンバスのコンビは本当にすごいぞ。俺ビートにボロ負けして、いや負けたのはいいんだ、勝負ってそんなもんだろ。ただあいつに兄貴の名前に泥を塗っています。なんてこと
というの、ビート。そんなこと言わせた自分が悔しくて嫌なんだ。俺が弱いと兄貴まで弱いと思われる。そんなの嫌だぞ。兄貴は無敵のチャンピオンだ。これでいいのかちょっと考える。じゃあな、ミツオ。うわ、それは辛いこと言われたな。あ、起きちゃったじゃん。え、この砂蛇の下りいる？必要だった？あんた、ダンデが選んだジムチャレンジャーだね。誰？鼻高っ！ジブリ出てきそう。あたしはポプラ。詳しくはカードをご覧よ。お、すげえ、初対面でいきなりリーグカードくれるんだ。どこからあんたの本気見せてもらおうとしようかね。あの、尺の関係で早く歩いてもらえませんかね。あー、ということで、ホップだいぶ悩んでますね。まあ、俺はそんなこと気にしてもしょうがないんで、ちょっと一回金集めしていきます。あ、もう着くんじゃない。あー、着いたー。長かったー。1日ぐらいかかりました。あ、ホップがあそこにいるから行ってねっていう、そういう合図、そういうおし、お、ジム、ついにジムだ。長かった。マジで強すぎ、ここまでのトレーナー。んと見せかけて、ホップに行くと見せかけてボケせー。いやー、1日かかりましたな。ということで、ホップさんのとこ行きます。三つお、何その膝は。さっきの俺が弱いと兄貴がバカにされるって話、どうすればいいかわからない。おめえが強くなればええやん。わからないけど、俺は強くなるしかないよな。そう、お前が強くなる、もしくはポケモントレーナーをやめろ。だからあれこれ試す、お前で確かめさせて。おお、なるほどね。いいでしょう。まあ、ジムチャレンジの前に経験値いただきましょうか。持ってんの？まあ、でもまだ水タイプだからね、戦いやすいかも。もう頼むぞ、今の俺が欲しいのは勝利なんだ。そんなことばっか気にしてるからポケモンがついてこねえんだよ。ポケモンと共に高め合い、一緒に強くなってこその勝利。ポケモンいてこそだろ。ホップ、お前はその気持ちを忘れている。さあ、薬の始まりだ。入れ替えて俺の子ね、可能性を探ったけど、あ、わざと入れ替えたの。それだったら6匹まで持てるんだから持っとけばいいのに。なんだかしっくりこないぞ。だから俺は弱いのかよ。迷走してるね、かなり。俺は兄貴のことかっこいいトレーナーとして憧れている。弱い俺のせいで兄貴がバカにされるのは嫌だ。もっと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 試す。俺が強さを発揮できるポケモンたちを探し出すぞ。ポケモンのせいにするんじゃねえ。俺みたいにどんなポケモンであろうと、トレーナーの腕と薬でババアババア。今いいこと言ってんだろ。あの子、ジムチャレンジャーは自分のため、ポケモンのために戦いな。ほらな、そう、ポケモンだよ。今さらチャンピオンの強さを証明しても意味ないさ。確かに、もう強いことは分かってるもんな、みんながな。あんたの腕前を見せてくれたご褒美だよ。リーグカードいらんって言ったろうが、下からアッパー食らわした花折ったろか。さあ、次はラテラルジムだろ。ジムチャレンジを楽しみなーされーと。早く歩けって、この時間が無駄なんだって。よし、ということで回復して、早速アイテムを集めてからジムチャレンジ行きたいと思います。
進むぜ。ラテラルスタジアム。あれ？いつもの人と違う。なんかおっちゃんだ。ひー、ジムチャレンジャーもしかして挑戦とか。はい、それでは呼び上げてくださいね。着替えてきました。背番号720ファイトです。あー、やかましいジジイだ。さあ、このジジイは置いといて、ジム戦行きましょう。4つ目。なんだこれ。あ、上からスタートなの。おお、俺。あ、いつもの。ラテラルタウンポケモンジム、ジムミッションの説明をいたします。こちらではカップに乗っていただき、障害物を避けながらゴールを目指し進んでください。アトラクションについてマニュアルを読みますね。スティックを右に回すとカップは右に曲がり出し、ぐるぐる左に回すとカップは左に曲がります。壁にぶつかった場合、スティックを激しくぐるぐる回してあげてください。いい感じでぐるぐる回ってゴールを目指すのです。やってみるか。全く理解できなかったらやってみるか。ぐるぐる回すって言ってたな。こっち？あ、こうね。はい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 。次逆回し。はい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 。そうなんだけど、トレーナーがいなくない？俺レベル上げたいよ。あ、いたいたいた。この止まった地点でね、トレーナーがいる感じね。あ、さっきのジジイじゃない？ティーカップが回りすぎるとジムチャレンジャーが飛んでいくぜ。ほら、さっきのジジイだ。ジムトレーナーのカイが勝負仕掛けてきた。バケッチャ、バケッチャ。はい、ということでね、私4つ目のジム、ゴーストタイプって実は知ってました。知ってたんですけど、受け入れたくない現実がありました。ここがもう俺の中での最難関の今回のこの縛りでのね、一番の山場だと思っております。ゴーストタイプにノーマル技は効きません。じゃあどうするか。皆さんご存知、もうね、俺の動画を見てきた人はわかるでしょう。悪あがきタイムです。悪あがき一本でトレーナーもジムリーダーも倒さなければいけません。まあきちいよ。ということで、ちょっと尺が長かったと思いますが、ちょっとここまで見せたかったんで、次の動画からはちょっと PP をとりあえずどうにか枯らしてきて、わらあがきを、はい、わらあがきで、このジムを突破、どうにか突破するところまで皆さんに次の動画で見せていきたいなと思いますので、次の動画がもし投稿が遅くなったらすみません。苦戦しているということです。はい！ということで、今日の動画はここまで。また次の動画でお会いしましょう。期待をして待っててください。おつみつおでした！バイバイ！絶対勝つ！